多分ね、今日で最後もう売ってねえからな、ゴジラで、前回出せなかった、ゴジラのこのバカウケのシールついてるんだけどさ、ゴジラのカードが出てないんだよね。だ、今回欲しいゴジラのカードが2枚あって、あとライダーのカード、シールも欲しいのあるんだけど、ゴジラとライダーの狙いのシールが出たら、やっぱ大人気商品だから速攻なくなったもんね、これね。あと、仮面ライダーチップスとこの新バカウケのやつコンプ狙ってたんだけどさ、速攻なくなって、やっぱり大人気だよな、こういう将棋、バカウケもうめえしな、くそー。今回は5枚狙いぐらい、まあ、このうちの1枚ぐらいは、ゴジラでしょ。ねえ、このうちの1枚ぐらいは、ゴジラだろ。よし、一発目、行くぞ。今日で最後の戦いだから、絶対にゴジラを出さなきゃ。ただ2枚あるんだよね、欲しい。まあ、全員集合のさ、やつにもゴジラいるんだけど、単体のゴジラで欲しいのが、おー、来た！あ、全員集合のだ！全員これが間違えて取り出した、ごめん。いい話ね。で、まあ、でもこれも欲しかった。見て、このキラ具合。やばいっしょ、キラッキラ！全員集合バージョンのやつだね。で、単体のゴジラも2枚あってさ、あとライダー、ダブルライダーの、ライドロイ、あれ欲しいんだよな。前回エヴァのシールがね、結構たくさん出たから、今回ちょっとライダーとゴジラ、いや、すごい、結構いいシールだよね。こんなにいいシールがついてんだもんな。あ、すげえ、キラ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 、いいね、キラキラだね。あとライフ4だからな、この4。いやー、半分はゴジラって計算すると、いや、きついね、きつい。そう考えるときついね。2枚ゴジラ出さなきゃいけないから、頼むぞ。ちょっともう切らないでしょ。でも 切ってさ、それがゴジラだったら狙いのシールだったらもう泣くよな。俺は鬼太郎のね、SR、超レアの SR 切ったからさ、それから怖いんだよね。行くぞ！ゴジラ！ドゥルルルドゥ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 ル、もうやったきた！あと1枚！やった、ゴジラフィーバー来てる。ゴジラフィー見て！わ、やったぜ！何このゴジラフィーバー。これ狙いのゴジラ。あと1枚、あと1枚。やった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 。よしよし、来てる来てる来てる。来てるぞ。 流れが来ている、流れが来てる。めっちゃいいね、イラストは。しかもこのキラ具合。眩しいわ。キラッキラ。キラッキラ。超無事、やった。よし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 、来てる来てる来てる。来てるぞ、流れが来てる。あとでライブさ。よし、この調子で。行くぞー！この調子で、あと1枚、あとライダーが出れば、大勝利。コンプできないにしても、大勝利中の大勝利。ありがとうございますっていう。頼むぞー！ぞー！全員し、かぶったるってる。まだ種類たくさんあるのにかぶったるってる。マジでか、ドゥットゥルルルー。かぶったドゥトゥルルルルル。種類たくさんあるのにもうかぶるルル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 ル。マジで。でもまあいいや。全員集合。これ確か唯一の全員集合じゃなかったかな。他にあったっけ？確か唯一の全員集合なゴジラ、ライダー、で、エヴァに、ウルトラマンが揃ってる全員集合。確か唯一だった。いや、かなりこれ結構前の商品だからさ、うろ覚えなんだよね、結構。結構うろってても、めっちゃうろってて ただゴジラのシール欲しかったのめちゃくちゃ覚えてんだよね。で、しばらく見つかんなくて、いや、全然やっぱね、ライダーチップスも中途半端で終わっちゃうのかな。探してんだけど、ないんだよ、ライダーチップス。なんとかコップしたいんだよな、ライダーチップスも。くそー。そして、頼むぜ、ゴジラ。ライダーでも OK。ゴジラ、ライドゥドゥドゥルってゥ、ドゥルって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 。持ってるー。持ってる。かぶったぬってるー。くそー、持ってる。ちくしょう、かぶったかー。ラスト1枚。だから、ライダーかゴジラだよな。どうしよう。まあ、ゴジラ今回出たから1枚。でも、もう1枚も欲しいなー。あとね、ライダーもかっこいいのあんだよね。どうしよう、どっち出そうかなー。いや、でもここまでゴジラフィーバー流れ来てるから、ゴジラ出すか。ゴジラ出してゴジラフィニッシュで終わる。いやー、かっこいいな。早くファイルしたいよ、これ。こういう風に並べよう。で、もう一枚ここに挟んで、こんな感じで。ゴジラ、ゴジラ、ゴジラっていうトリプルゴジラ。よし、行くぞ。最後のワンパッキー。
あーくそ、あと10パッキーぐらい開けたい。10パッキーぐらい。どっかに売ってねえかな、まだ。最後、ライダーチップスもな、ライダーチップスも。くそー、中途半端で終わるの一番きついよね。もうどうしようもないからな。ただ中古ショップとかで出回る可能性があるから、そこでゲットしてコンプするっていうね、パティもありだからさ、俺結構それで今まで勝利してきてるから、よし、それでは新爆受け。最後のね、おそらく今日で最後だから、最後の、全部で12種しかないんだけどな、コンプが難しい !3、2、1、頼むゴジラ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 ゴジ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 、こんなさ、ある？そんなある？いや、もう2枚出てんだぜ。もう2枚出てて、スポン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 ポー、こんなことってあるか。5パック中3枚これ。かぶり率よ。ほほほほ。5パックあって半分以上これだぜ。ソタロマジでか。まあいいや、1枚狙いの出たから。1枚狙いの出たから大丈夫って。いや、よかった、でもゴチャ出て。あともう1枚あったんだけどな。もう1枚。でもまあこれ出てよかったわ。あと一応こっち、いや3枚被るか。もう被りの帝王すぎない？スキル被り。発動してないこれ。スキル。もうパッシブ。パッシブスキル。もうこれ勝手に外して。かぶり、かぶり、かぶりだからね。すごくない？これ、このかぶり率。半端ねー。3枚かぶったって計算だよね。半分以上かぶってるよってことだよね。新カードは、新シールはこれとこれだから。うわー、かぶり率半端なかった。ということで最後の戦い。でもまあ一応ね、ゴジラ出たから、よしとしましょう。うん。それでまた会ったらまあ買ってくるけど、バカウケ。もう多分ないと思うから、今日で、ね、最後になりますという、めちゃくちゃてな、なりますということで、あー、くそー、コンプできなかった悲しみのバカウケ。まあ、でもまあバカウケは美味しいからいいよね。これはこれで全然、OK ということで、また次回またね、第2弾出るかな？第3弾、第4弾出るかな？出てないよね、まだね。出てたら俺分かる。一応チェックしてるんだよね、もうね。このバカウケコーナー。まあ、結構コラボやるじゃん。だからコーナーをちょっと見てね。お！私たちやってたら買おうと思ってるんだけど、なかなかやってないね。バカウケやったつ。やってないんだよね。バカウケもめっちゃ美味しいしな。コラボもやってくれるし、最高の商品なんだけど、なかなかコンプできないのが辛いわ。それではまた次回。次のね、また商品の開封レビュー動画で、バカウケのね、コラボの時にお会いしましょう。いやー。よかった、ゴジラ出て。いや、いいね、このシールマジで。最高じゃない？このキラ具合が最高だよね。キラッキラ。いやー、コンプしたかったな。全部並べてみたかったわ、マジで。すげえ残念。